うまごろ。ちょっと待ってて。あ、治った治った。近藤和弘さん、待って、タワーくれたんですけど、待って、可愛いハロウィンになってるし、やったー、ありがとう和弘さん。みんな久しぶりですね。みんな寂しかったですか？みんなももかに。あれ止まってる？いっけ、あ、そう、タオありがとうございます。嬉しい。今まで何してたの？今まではちょっと自分をきっちりしようと思って、きっちりしようとしてはい、自分をね整えてましたただいま帰ってきました、奥村桃香です。皆さんただいま、久しぶりだね10月は初めて、10月になってから初めての配信ですね。ねえ、初めての配信ですけど、皆さん寂しかったかい？桃香は寂しかったよ。寂しかったなら配信1000回って思うかもしれないですよね。服おしゃれ、え、ありがとう、嬉しい。あ、ありがとうね。あ、そう、大釜も4部完売ねすることができまして、ありがとうございます。本当に嬉しい、嬉しいです。本当にでまだまだね、完売はもっと完売したいなって思ってますので、皆さんぜひ会いに来てください。はい、もうね本当に完売ってね、できないんですよ、全然できなくて。完売って本当にね、するのが難しいのに、完売をね、合計で今回の一瞬の花火の合計3個完売出たのかな。そうだから4個目目指したいなって思ってます。違う、聞いて、昨日はね、なんでできなかったかと言いますと、昨日ね本当にもうパターン9でした昨日ねリハーサルやってたんですけど、リハーサルやって家帰ってきたらパターンって、もうね本当意識がなくて、もう私はって気がついたら、なんか待って1時なんやけどって思って、そう、玄関で寝ちゃってて、気がついたら1時で、え、1時待って配信はって思ったら配信できてないし、うわーってなった。うわー、そんなバカなって、もうほんとごめんなさい。もうね、玄関で寝ることなんてある？え、そう、私もびっくりしちゃって、しかも結構私の家の玄関って汚いんですよあの、こんなこと言っちゃダメなんですけど、私の家の玄関って結構汚いんですね。はい、だから玄関で寝ちゃってて、なんか行ったと思って、腰とかが行った行った、暗っ、待って何これと思って、んって携帯見たら1時半、ん？ 1 時半？え、ちょっと待って、ちょっと待って、レッスン着？ということはって言って、めっちゃなんかもう巻き戻し再生頭でして、ビュルルルルルルルみたいな、あ、帰ってきてそのまま寝たわと思って、
多分ありがとうね、可愛いアイテム。なんか多分ガチャって帰ってきて鍵閉めて、うん疲れボタンってなってて、で気がついた1時半で配信できてないし、どういうこと、ちゃんとしてください。秋でよかったよ、本当にそう。え、そう、鍵は閉まってた、だから賢いなと思いましたボテンって寝てて、ってなった。待って、ちょっと待って、やばいやばいと思って焦りましたね。そう、玄関での寝落ちです。やばい、すごいいっぱい人が来た。今日はね、マクドナルドさんのお仕事かな、お仕事に行ってきました。こんばんは。あー眠っ、眠いわ。眠たいねん。もーちゃん走らないよ。もーちゃんは走らないですよ。眠い。眠くてキョロキョロしちゃう。いただきます、ごめん。ええー、いいよ、頑張って。眠い眠い眠たい。どんなお勉強したの？うーん、なんかもう話したら超真面目になっちゃうんですけどなんかマクドナルドハウスさんって、調べた方が早いかも、私説明が下手くそだから。でも本当に勉強になって、もう私なんかね、私ってすぐイライラしちゃうんですよ。この私普段の配信見てくださってる方ならわかると思うんですけど、もうすぐイライラしちゃって、はとかなんなとかすぐ言葉に出しちゃうんですけど、なんか今日行ったらなんかもう心が本当に優しくなれてそう、なんか本当に心が優しくなれて、なんか普段からイライラせんとこうって思ったしなんて言ったらいいんやろう、なんかマクドナルドハウスっていうのが小さい子供の家族がなんていうやろ、その病気と戦ってる子供と一緒になんかその施設に泊まれるようにその施設に泊まれるますよっていう施設なんですよ。そうだからなんかね、その部屋に泊まれる部屋に行ったんですね、私は今日見学しに行って。でその泊まれる部屋になんかノートが置いてるんですよ。でノートをねバーって見せてもらったら、なんかもう本当に不安、やっぱ不安じゃないですか、自分の子供がなんかそういうね、なんか病気と戦ってて、でも なんて言ったらいいやろ、自分の子供が病気と戦ってるけど、でも私だけがなんかこんな思いをしてるんじゃないかっていう、全国にお母さんとかお父さんとかいるんですね、たくさんの方が。でもそのノートに書いてるのをバーって何枚も書いてあって、そのノート見てみたらなんか私もこういう
子供がこういう病気で戦っててなんかこれから不安ですけどなんか頑張りましょうねみたいな感じの励まし合いの言葉とかも書いてて、もうなんかそうなんか一人じゃないんだなって多分思えたと思うし、そのお母さんたちも親御さんたちも、そうだからなんかすごいね、めっちゃ考えさせられましたね私は。そうなんかね、だからなんかやっぱマクドナルドとか行った時のレジとかで募金とかがあると思うんですね。だから募金って私はなんかもしかしたらなんかこの募金はちゃんと行くんかなとか思ってたけど、絶対にちゃんと行くし、あとは最初は何でしょうね、なんかどんな感じなんやろうって、私はなんか全然なんか知らないと知らないで行ったんですけど、なんか本当になんか知らなかった自分がアホやなって思っちゃったし、なんか本当にいっぱい考えさせられました本当に。なんか人と人って助け合ったらね、助け合ったらいいなってなったごめん、なんかちょっと文章が、そうすごいいい経験ができましたね。なんか私の知らない世界がまだいっぱいこの世にはあるんやなと思い知らされました。はい、やっぱ私って本当に世間知らずなんで、もう全然知らないんですよ私って世間のこととか。だから例えば作法とかになんか難しい国語っていうか難しい文章を言われたら、ん？それどういうこと？ってなるけど、本当にそれぐらい難しい、世間知らないんですけど、ちょっとでもね今日は知れてよかったです。そうでも病気と戦ってるね子供たちが一人でも助かればいいなって思いました。私はある方ない方ですそうなんです。こんばんは。あ、めっちゃなんか真面目な話になったんですけど、まあ真面目な話ですね。真面目な、こんな笑いながら話す話でもないですし、真面目にも話させてもらいましたけど、でもね私はねその今日行ってみて思ったのが、行ってねこうやって話を聞いてこうやってみんなに言うのもなんかボランティアの一つではあるかなと思ったんですけど、なんかねまだなんかできるかなって私の中で思ってて、そう私はねアイドルなんですけど、でもアイドルだから私はダンス歌って踊るだけの仕事をするだけじゃなくて、なんかできるなら助けたいしって思って今何かできないかなって超考えてます。そうだね確かに。こんばんは。何かできないかなと考えてるんですけど、でも私って本当に何にもできない人なんで、そう考えてるんですけどって思って、帰りのね車両で何か私にはできないかってめっちゃ、そうなんか とりあえず配信ではこのことを話そうって思ってたんですけど、配信で話す他にもなんかできそうな気がするしねって感じですね。私はそう思いました。なので本当に、あ、ありがとうコウモリ。でも本当に何でしょうか、すいません崩して投げました、すいませんこんばんは。なんかね子供たちにを楽しませるようなことができたらいいなって思ってるんですけどね、うん、まあでもなかなかね行動するのが難しいですし、うん、行動しちゃうことによってなんかね
なんか変なことになっちゃわないかっていうのも怖いですし、ちょっと勇気はいりますけど、ちょっと考えてみます。そうなんです、洗濯物が溜まってきてて、でもちょっとめんどくさくって、はい、すいませんね、こんなこと言っちゃって、もう本当にめんどくさい、はい、もう本当やだ、私もう本当洗濯物嫌い、もう本当やだ。延期生公演みたい、ありがとうね、延期生公演ね、あったらいいねあったらいいね、こんばんは、アイドルと一緒に歌を歌うのもあれだよ、もうね、一緒に歌を歌おうってなんだって絶対私泣いちゃう、笑顔を届けないといけないのに絶対泣いちゃう服は毎回買えばいいんだよ石油王ですか、洗濯はいいけど、ほんまにそうなんです、洗濯は別に回すだけやからピッピッピッってするだけなんですけど、もう干すのがめんどくさくすぎて、そうなんですよ、なんかね、いい話からのこんななんかめんどくさいって話しちゃって本当に申し訳ないんですけど、本当に洗濯物が嫌いで私、はい、私本当涙もろいんです、なんか話してる時にもうちょっと泣いちゃいそうになっちゃう、しかも今日完売、4部完売したっていうのを、そのマクドナルドさん帰ってきてから家着いてエゴサしてから気づいたんですけど、もうね本当にありがたすぎて泣きました、なんかなんでしょうか、なんかね完売ってできないんですよ、頑張っても、そうだから一人の人がもしね、じゃあ一人の人がもしかしたら頑張ってくれたのかもしれないけど、でもそれはもう完売は完売なので、そうまず完売できてるのが本当にすごいから、そうだからね、本当に完売ってねもう当たり前のことじゃないので、私はなんか活動をもっと頑張って、いろんな人にももっともっと知ってもらって、まだまだ完売したいなって思ってるので、もっと頑張ります。いや、もっと完売します、私頑張る、本当に頑張る。このシングルのおしゃべり会では難しいかもしれないけど、本当にこれからの活動をね、やっぱ 何十年していくので、はい、何十年も私はアイドルとして活動したいなと今思ってるので、はい、その中でどんどん完売数を増やしていければいいなって思ってます。でも素直に嬉しい、完売が素直に嬉しいです、もう素直にね嬉しい、ありがとう、本当にちょっとしか買えてなくてごめんっていう人も、私は配信してて何人も見かけたけど、そのちょっとがね完売させてくれてるんですよ、だからそれに気づいてね、だからごめんねじゃないですから、本当にごめんねじゃないので、それに関しては買ってあげましたからねみたいな感じでいいのでいや買ってあげたけど僕の言うこと聞いてねとかだったら私ちょっとはって なっちゃうかもしれないんですけど、でもごめんねは本当に言わなくていいので、はい、ごめんねなんて言わないでください、もう謝らないで買えなかったそっか、まあでも2部3部がねまだまだ残ってますので、
皆さんぜひ初めて言った俺買ってあげたからね言うこと聞けよとかいうねファンの人がいたらは何ってなるんですけど、でもごめんね本当にみたいな、いやもうごめんじゃないんです、はい、だから全然謝らないでいいからね、ありがとうございます本当に皆さん嬉しいです、こんばんは。だから買ったよ買ったよみたいな感じでいいです、みんなもうおい買ったあーもうそうそういましたここに、はいまあでも嬉しいけどね、ありがとうねありがとう全部6000、嬉しいですね、ありがとうございます音が来た、ありがとうございます、こんばんは。そう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 なんですよね、マウント、はい、マウント取っていいよモーカでマウントを取ってくれるんですかありがとうございます、半分6000、なんか嬉しい、ありがとうね、なんか楽、私が楽せんっていう気持ちではあるんですけど、ありがとうございますね、あと1ヶ月後か、当日券ないのか、どうなんやろう、でも完売してる部は多分当日券ないかもしれんけど2部3部はねあると思う、まあでもこの間ねごちゃもトップやっと取れましたし、あ星ありがとうございます、今日の服めっちゃ好き、ありがとう嬉しい、うん、東京のフライも完売してないので取り付けあると思いますよ、皆さん持ってますね、なかなか休めない、そうよな、はい、私じゃんけんが無敵なので、そうなんです、やっとトップ取りました、何人と戦ったんやろ私、 1,2,3,4,5 人ぐらいと戦ったんかな、5人ぐらいと戦ってトップ取りましたね、嬉しい、やったね、でもね私本当にみんなに、いやおーちゃんもね多分もうそろそろトップ取ってないからもう難しいんじゃないって言われたんですけど、なんとトップ取っちゃいました、もーちゃんに会ったら緊張して話せないかも、話せます、おめでとう、ありがとう、今じゃんけんしたら勝てるかな、勝てます、じゃんけんは負けたことがないです負けたことがない、勝てます、じゃんけんしたい、やっち向いてほいしようよ、じゃあみんな。じゃあ、ウォーカは、おしゃべり会で、あっち向いてほいをしましょう。よかったね、よかった。負けたらポストしていい？いいよ勝ってもポストしていいよバイトは今もしてますか？今はしてませんずっとあいこで終わりそう、いやもう一発で私が勝敗を決めますはい、こんばんは、私が一発で勝敗を決めます
発勝負。はい、私についてきなさい。じゃんけん途中で剥がされる。いや大丈夫だよ、剥がされる前に私が決着決めますので。斜めはありなし。なし、すぐ負けそう。いや、あ、じゃあ私が勝ちます。じゃんけんしたらグーで殴られますか。殴りません。今日のメイクしとき、いつもと変わらへんで。リップが濃いから。周上村、じゃんけんで勝てなそうな有名人誰だ。そうですね、勝てなさそうか。勝てなさそうな人ね。いや、私が勝ちます。でも超楽しみ。だって今週やんの。今週、今週ですよ。今週に東京のおしゃべり会で、その夜にトップのごちゃのトップのトークをして、帰ってきたら何があんねや。わーとか言っちゃった。そうだ、来週ブスティ祭りじゃん。ウキウキ。あ、待って、明日も前座だね。やった、いっぱいなんかみんなに会えるね。いっぱい会えるね。でその後は私は楽しみがあるんです。やったー。みんな会いに来てね。何楽しみ。さあお楽しみ。楽しみがいっぱいあります。グラビア違いますよ。なんでグラビアになるんですか。代わりに姫路見に行こうかな。お、見に行きな。みんなが驚く感じ。あ、違う、シンプルに私のプライベートの話なんです。ごめんなさい、ごめんなさい、違うよ。確かに私明日前座、今日めっちゃ顔むくんでる、やばい、めっちゃ眠たい、超眠い。今日メイクしてるよ。今日は予定というかお仕事があったのでメイクしました。めっちゃ久しぶりにメイクした。最近ドスッピンが多かったんで。そう、嘘、僕
思い出写真可愛かった。ほんまにあれ最近の写真なんですよ。ニュースキャスターみたい。やったやった。今オフラインのサブの方申し込みした。え、会えるんですね、嬉しい。こんばんは、こんばんは。10時25分奥村ニュースの時間です。結婚してありがとうございます。今日は結婚してもいいですよ、別に。今日機嫌いいから、私今日私機嫌いい日なのでいいよいいよ。美人だね。どこがですか。奥村ニュースは小池出てくる。小池超待ちいや。うん、出てこない。あ、結婚してが3つも届きました。まず結婚して、結婚してない、結婚してなので、あ、いいよ別に、結婚しましょう、いいですよ。あ、りんちゃん結婚していいよ。明日の天気予報ですか。明日の天気予報は北海道が大雨です。で、青森が曇りで、岩手県が雪です。で、あ、結婚してありがとう、いいよ結婚しよう。新潟が明日は曇りでして、兵庫県が晴れでした。で、大阪が晴れで、三重が曇りで、鳥取が晴れで、でも私知ってる都道府県本当にこの辺りで、全然私知らなくて、都道府県福島県が曇り、愛媛、待って、越後が混ざってる、待って何、愛媛って何、待って、愛媛か、愛媛が晴れ、香川が曇りです。滋賀県晴れ、時々曇りです。マジですると明日の福島は雨です。そう雨です。東京は時々曇りです待って時々曇りって何待って時々曇りって何。こんばんは、岩手県忘れちゃった、忘れちゃったから巻き戻して分かんない、岩手県分かんないから巻き戻して分かんない、なんて言ったっけ、岩手県なんて言ったっけ、分かんない分かんないから巻き戻してくださいハワイは分かんない、そうですね、日本しか分からないです。雪ですってばよ。あー、すみません、分かんない。姫路はね、姫路はよく分かんない天気。姫路分かんない。姫路ね、私と一緒でね、結構感情が激しいタイプなので、分かんない。南極分かんない。ナルトって何？そんな、待って、私ナルトなんて言ってないんですけど待って、ナルトって何？私そんなこと言ったっけ？ナルトってあれでしょ？ラーメンの。ラーメンのあれでしょ？かまぼこでしょ？なんだってばよってナルトなんですか、ナルト氏なんですね。姫路は感情が激しいのか、わかんないけどね、でも姫路にはいい人いますよ、めちゃくちゃ。あ、そういうこと。出ばよ、
知らんかった。雲海はね、あのね、昔めっちゃ見てたアニメはヤンキー多くないですよ、姫路全然多くないですよ。昔見てたのがワンピース、ワンピースのチョッパーが好きだっただからあ、チョッパーとナミちゃんが好きで、私家に帰ったらナミちゃんとチョッパーのグッズがあるあと私順調にね、小学校の時の話なんですけど、順調に重調がね、この前家帰ったらあって、でチョッパーの似顔絵描いてて、横の矢印にチョッパーって描きたかったか知らん、ね、ないんですけど、チッパーって描いてて何チッパーって矢印チッパー何ですかチッパーって。わかるんですよ、絵もね、なんか絵がチョッパーっぽいからチョッパーってわかるんですけど、チッパって何？そう、めっちゃ可愛い。ジッパじゃない、チッパ。チッパって書いてて。矢印、チッパ、ハート。ナミちゃん、こうやって。表記は美人が多い。そうなんや。そうなんや、とか言って。そうなんですね。そっかそっか。表記。そうなんですね。そっか、そうなんですね。でも確かに確かに確かに、チーバくん違うね、チッパ。私の描いてた似顔絵はチッパ。私ね、ハバタン、ハバタンの歌を幼稚園で踊らせられてました。ハーバタン、ハーバタン、ハーバタン、みんなのハバタンみたいな感じの曲があるんですけど、その曲をね、幼稚園の時に踊らされてましたね。わかんない、これ何なんですか、わかんないんですけど、本当にダンス、ダンスがもうずっとこうやってやってるだけなんですよハバタン、ドラゴンボールはお姉ちゃんが通ってる。なんかね、私の姉妹ちょっと、ありがとうね、レインボースター。ハーバタン、ハーバタン、ハーバタン、みんなのハバタン。調べてみ、ハバタン、わかると思う、見たことあると思うと思う。ハーバタン、ハーバタン、ハバタン、みんなのハバタン。なんか私の姉妹って、私お姉ちゃんがいるんですけど、なんかね、注射を打つ時に、なんか注射の診察券がキャラクターで、キャラクターを選べれるんですよ。で、ももかはその時ワンピースが好きやったから、なんか本当にマイメロとかいっぱいあるんですよ。マイメロディーとか、なんやろ、アンパンマンとか、マルちゃんとかいっぱいあるんです。ミッフィーとか、絵をね。で、私ワンピースがその時好きやったから、ワンピースを選んで、お姉ちゃんはドラゴンボールを選んでて、そう、姉妹やのにね、なんかすごいわんぱくボーイなやつを選んで、お母さんがもうちょっとなんか、あのマイメロとか、なんかピンクの可愛いやつにしなよみたいなって言われたけど、いや、ワンピースがいい、 ありがとうございます、ほら嬉しいって言って、そうで、ワンピースとドラゴンボールにしました。そう、なんかもう兄弟なんかなって思いましたね。私も姉妹じゃない、しんちゃん、私ね、しんちゃんのね、しんちゃん好きなんやけど、しんちゃんに
なんかトラウマ回がありましてあ、全然しんちゃんアンチじゃないんですよ。しんちゃん大好きなんです私。もうめちゃくちゃ映画にも足を運ばせていただきました、幼い頃とか最近でも。なんですけどトラウマ回がありまして、もうそれが忘れられなくて怖い怖いです。私は風間くんの母ちゃんがあ、そうそうそう、なんでわかったんですか。そうそう、風間くんの母ちゃんがガチ怖くて風間くんの母ちゃんガチトラウマで、私だから風間くんが出てる回ちょっと怖くて見れないんですでもこの間私しんちゃんのガチャガチャ回したら坊ちゃんとしんちゃんが出ました。嬉しい。いやマジ風間くんの母ちゃんめっちゃ怖かったんですよ。そうしんちゃんのねガチャガチャ回したらしんちゃんと坊ちゃんが当たった。嬉しい。でもあのしんちゃんのキーホルダーどこ置いたっけ。私秋山奈ちゃんとずいぶん仲良しということを噂で聞いたことあるね。ほんまでっか、ほんまで、ほんまです、ほんまですよ。ゆなちゃんはね多分ね お忙しなのでまだまだ予定わかんないけど、いつか夢の国に行こうねって約束もしました。そう、え、ぼーちゃんかわいいよな。なんかもうかぼーちゃんのなんかもうかなんかもうか待って、もうか話足りなかったら最近あの配信できてなさすぎて話したりひんから、なんか話したすぎてなんかももかなんかももかって言っちゃうなんか興奮しとう子みたい、なんか落ち着きがない。とりあえずなんかももかなんかももかなんだよって話なんですけど、あ、コウモリありがとうございます落ち着きがない、やばい。どこかお目にかかる、でも一緒に配信したいねんけどな、どうなんやろ。ずっと言っちゃう、なんかもんかなんかもんか。しかも言わ、なんか話したいこと忘れたし、あちゃ忘れちゃった、忘れてやった。こんばんは。はい、興奮してたら私口が止まらないんですよ。なんかもんかなんかもんかなんかもんか。あ、そうや、坊ちゃん坊ちゃん坊ちゃんの話や。なんか坊ちゃんのティッシュカバーがめっちゃ欲しくて、そう坊ちゃんのティッシュ、待って鼻が、今日男女読みのコメント読む、もちろん読みますよ、かゆう。なんかね坊ちゃんのぬいぐるみがあるんですけど、坊ちゃんが鼻水が垂れててそれを引いたらティッシュが出てくるみたいな、かわいい。あ、もともと落ち着きないです私、本当に落ち着きなさすぎて心配されるぐらい落ち着きないので、落ち着きがない子って覚えてください。あの NGT のあの落ち着きがない子って言ったら多分皆さん、あ、岡村桃香ちゃんじゃない多分って言われると思うので、お願いします。え、怖くない、なんかねこんなぬいぐるみがあって鼻あとヒュッて引っ張ったらティッシュを当たります。食事中、食事中めっちゃ静か、私食事中はめっちゃ静かやけど、でもなんか話とか振られたらなんかバン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 話しちゃうから、あの食事中って喋ることってあんまり汚いじゃないでしょうかなのでちょっとね私は控えてます。え、可愛いよな、でめっちゃ欲しいんです。そう、寝てる時も喋ってるからな。危険人物、危険人物なんですか私ってあ、でも危険人物なんかもね、うん、なんかもうどうしようもない気がする。多分止められないんですよ、私って止められない。車のドライブ中は逆に静かになります。ドラえもんのキャラだと誰が好みなんですか。え、私、うん、何やろう、
ドラえもん、あ、でもめっちゃ嫌いな人は逆に先生がめっちゃ嫌いでしたね。もうかわいそうで、なんかのび太くんがなんかそんな怒らんでもいいし、いちいちほんと嫌いなんですよね先生が。めっちゃ嫌いよ私。 Google 先生に NGT 落ち着きない子って調べたけどももちゃん出なかった。嘘、多分これから出てくるんじゃない、わかんないけど。すぐ、そうなんかね、廊下に立たすって良くないんですよ。私の時代は廊下に立たされることなんてなかったんですけど、なんか先生に怒られたらもうメンタルって本当に死んじゃうんですよ。もう本当に辛くなって、だけなのでのび太くんって本当にあんなに先生に怒られてるのに諦めずに学校に行ってる姿を見て本当に心を打たれてました。偉いよのび太くん、もう憧れます。私廊下に立たされたら本当に悲しくなる、恥ずかしいもん、恥ずかしい。今廊下に立たされることはないでしょ、確かに。それはそう、足し算もできないのに。私足し算できるけどね。なめてんのできるよ私。ビンタされる時代だった。でも私これ小学校の時に先生になんかめっちゃ自慢みたいに言われて、なんか先生が俺が生徒だった時は普通にバケツで頭とか殴られてたからって言われて、なんじゃそれしかも自慢する内容じゃないしな、絶対悪さしてるからそんなことされてるやんと思って、自慢するようなことじゃないけどさって言われて、どういう反応したらいいかわからんすぎて、怖いですねとか言って怖いですね、大丈夫でしたかって、おかげでタンク部できてるよとか言われて、痛そうですね。てかまずさ、振り返ってさ、バケツで頭殴られるってどういうこと？しかもさ、絶対さ、大昔やった、あんまプラスチックのさバケツじゃないはずやん、なんかこういうなんか鉄みたいなさ、鉄みたいなさバケツに、バケツやん多分ね、叩かれてみやんな、多分タンク部どころじゃすまんくない、タンク部できたわみたいなこと言ったけど、嘘つきや、嘘つきや、絶対それでさ、そのバケツで頭叩かれてみんやん、タンク部どころじゃすまんって、わかんない、バケツで叩かれたどういうこと、そう意味わからんすぎて、はい本当に言ってんの、それがあ本当なんや、怖い、意外と痛くない、嘘、痛いでしょ、痛いよ絶対に、信じられないね、それが昭和、あじゃあそれが昭和なんですね、本当になんかすごいね、私じゃあ平成に生まれてよかったのかもしれない、小だったら多分毎日泣いてた気がします。だって一回私あれですもん、前ショールームで話したけど、あの授業中に理科の赤松先生っていう人にあのめっちゃ怒られて泣きましたから授業中みんなの前で超怒鳴られて泣きましたからね、あの授業は本当に忘れない、小学校3年生の頃でしたね、本当に忘れない、もう本当に号泣したから私。いや先生の名前多分間違ってるこんな感じの名前だったけど絶対違うの、そう前もね話した時に先生の名前が思い出せなくて仮の名前で言いました仮の名前で赤松先生に怒られた。
何したん？ね、なんかまたねこの話また聞くんかっていう方がいたら申し訳ないんですけど、なんか私席が一番前なんですよ。で一番前の席で、で廊下側だったんですね。で私本当にその理科のテスト自信がなくて、絶対に20点ぐらいかなって思ってて、だから絶対にいろんなもう私だけの秘密にしておこうと思って、受け取ったらもうすぐに捨ててやろうって思ってたんです。じゃあねこうやってテスト返しの時に何々何々って返すじゃないですか。じゃあね普通に見えてるんです、点数が。もう私以外の子の点数も見えてるんですよ。パッて見たら、私その時小学生だったんでめっちゃ視力も良くてもう見えるんですよ、みんなの点数が。で私これワンチャン私のテストの点数もみんなに見られちゃうかもしれへんと思って、桃子が先生って言ったら、あ？って言われて、まずちょっと機嫌が悪かったんですよ、その先生が。あ？って言われて、あ？って何？みたいな感じになったけど、すいませんテストの点数丸見えですみたいな感じで言ったんです。私はなんかテストの点数が丸見えなので、もうちょっとなんかね見えないようにしてほしいなと思ったから、テストの点数が丸見えですなので、あのちゃんと見えないようにって言いたかったんですね。で私がテストの点数丸見えですって言った瞬間に、その先生がなんか急にパンみたいな感じでなんかめっちゃ怒ってて、もうそっから超怒り始めて、もう私なんか初めての体験すぎてえ待ってってなって、えでそれで言われた内容が、そんなに点数見られたくないんだったらお前がもうちょっといい点数取ればええだけやろみたいなって言われてあれ違う、そういうことじゃない、ね、ないんですけどと思って、はぁとか思って私違うって思いながら、えとか言って違うのにと思って、で私もその時に、ね、なんかみんなの前で怒られた恥ずかしさと、なんか初めてその先生に怒られた時のショックさが大きすぎて、はいとか言って急に泣いちゃって、ごめんなさいとか言って、あ怒られちゃった怒られちゃったって言って、奥村がないい点数取ればな別にな見えててもいいだろみたいな、お前が悪い点数取るからみたいな、あ悪い点数っていうのをバラされて、はいうんってなった。私はもらってテストの点数をいただいて、小学生のくせになんかもうねびっくりしました、もう30点とかでした30点とかでした、はいはい30点とかでね、ああよかったって思いました。その時ちょっとその時20点ぐらいかなと思ってたので30点で、あちょっとだけ安心しましたね。でめっちゃ怖かった、めっちゃ怖くてね怯えましたね、その先生、あー怖っと思って、赤点やん。でも小学生の時に赤点はなかったから大丈夫。あと私怒られたもの、怒られたことめっちゃある。でもなんか振り返ってみたらこれ全部私が悪くなくて、もしかしたらね私が悪かったかもしれへんねんけど、なんか記憶上ではなんか悪いことしてなくて、そうやろ点数いいやろ。なんか放送室でも一回怒られたことあるんですよね。あでも放送室はこれ私は悪いわ放送室はこれ私が悪いですね。放送室での怒られた時は私が悪くて、私が悪かったなって感じ。そう先生も人間だから、そう怒ってもいいんですけど、
位の逆ギレ、私違います、私小学校の時は全然逆ギレというか、私自分の心の中で閉じ込めてたんですよ。でも私本当にあのこの NGT48、 あ違うね、車屋さんか、全ては車屋さんから始まりました。車屋さんで働いてる時にお客さんにすごい理不尽な怒られ方してから、あ違うわ、理不尽な怒られ方して、でもお客さんは私神様っていうお客さんは神様っていう教え方をされてたので、お客様には逆ギレしちゃダメだなって思ってたので我慢してたんですけど、なんか社長にとある日になんかめっちゃ理不尽に怒られたから、めっちゃ社長にすごい言い返しちゃったら、すごい喧嘩になっちゃってやめました。あこんにちは、違う、なんかね、その違いますよ、私がその放送室で違う、首にはなってないよ、首にはなってないけど、なんかね、これ話したら超長いんですよね。でもめっちゃ話したいんだよね。でも本当にその会社がバレないようには絶対にします。その会社に被害がないっていうか、私が言っちゃったことによってその会社がなんかね、悪くなっちゃうとかはならないようには絶対するんですけど、話すっていうか、なんか本当にとにかくすごくて、その会社が、そうだからなんかね、私営業だったんですけど、仲いい営業の子ももう我慢が限界だから、私も辞めるって言ってたんですと、仲いい子も、でその子がその子は大学生、大卒の子だったんですよ、のお姉ちゃんみたいな人で、その人と超仲良かったんですけど、その人は本当にその人と私が新入社員で営業をもうバリバリ車売ってたんですよいや一緒には辞めてないですよ、もうバリバリ本当にびっくりするぐらい、もう私が一番本当に売り上げが良くてこう見えて、もう本当になんか月すごい車売ってたんですよ、こう見えてね。なんか必殺技があるんですけど、必殺技は半年前に入ってきたばっかなんですっていうこれです、はいこれを言ってました、よく半年前に入ってきたばっかなんですって言ってましたね。なんかそれのおかげかわからないんですけどバレないですよこんなんでそしたら本当にもうすごくて、車売るのが普通に先輩とかも抜かしちゃう勢いで、私車の売るのが、いや普通に先輩とかも抜かしてたんですね、その頃で。いや社長は、いや違いますよ、またもう違いますから、社長はもうその売り方はもう奥村桃花しかできないから、奥村桃花にその売り方はもう任したって言われてたから私はやってたんですよ。じゃあその大卒の人ももうちょっとでもしんどくなっちゃって、いろいろね、本当にいろいろありまして、ちょっとしんどくなっちゃったからもうやめようかなってなってて、で私ももうやめたいっていう相談をしてたので、店長の方に。だからなんか私はもうやめるからっていう話をしてたんですよ。じゃあ大卒の子は、じゃあ私はもう半年、ももちゃんが辞めた半年後とかに辞める予定かなみたいな話をしてたんですね。で大体会社って辞めるのって大体2ヶ月前とかに言わないといけないんですよ。
じゃあその大卒の子はめちゃくちゃ止められてて、いやもうちょっといてください、もうちょっといてくださいみたいな止められて、で大卒の子は辞めるって言ってから大体半年後に辞めてるんですよ。私は社長と喧嘩してから15日で辞めました。あれあれと思って、はい、びっくりしちゃった。えあれみたいな、えじゃあ辞めるってのは伝えてたんですよ、伝えてたんですけど、なんかその分かりましたっていう返事がないままいたら、多分辞めるって言ってから1ヶ月経ってるんですけど、その返事をいただけないまま気がついたらなんかその返事をいただいてから15日で、あれあれ、あ私急になんかお仕事なくなっちゃった退職金なかったですあれと思って、私急にお仕事なくなっちゃったよあれれあれってなりました。あ本当の話、へえそうなんですね。いやでもね本当に何年、えでも何年とかじゃない気がする。4月に入社して本当にお正月一番忙しい時期を超えて2月ぐらいに辞めたんかな。そうそうそう、だからねいただけなくて、まあでもいいんですけどそう気がついて、あれあれお仕事なくなっちゃったと思って、いやだからくれって言ってないですよ全然、あありがとうございましたってやめました。そうそうそう、えでも喧嘩した理由がなんか本当にちょっとしたことで、でもちょっとしたことが積み重なって私がちょっとんってなって、えしかもねんってなったのがなんか急にね、そのお正月の時に、え何があったんやったっけ、もうなんかよう覚えてないねんけど、なんか正月の時ってほんまに忙しいからなんかもうずっとお客さんについてるんですよ。そうずっとお客さんについてるから私ずっともう走り回ってたんですね、短期ですよ。そうでずっと走り回っててでなんかもうインカムとかで「あーね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 ーお願いします」って言って「私このお客さん入ります」って、もう本当に私走り回ってて、で本当に私頑張ってたんです。で頑張ってたのになんか売れたんです、お客 ありがたいことにね、そのお客初売りで来てくれたお客さんが来てくれて、これがもう本当に初売りだから今しかできないお値段ですけどいかがですかみたいな感じで言って、商談も入って、ありがたいことに制約いただいて、保険のこと引き継いでいろいろ説明もしてたんですよ、保険の話も。で私なんかその注文用紙を切るってなって、で注文用紙切るのってパソコンから注文用紙飛ばさないといけないんですよ。で右下に営業担当奥村って入るはずなのに、その注文用紙見たらなんか違う先輩の名前になってるんですね。であれ私がおったのになと思って、インカムですいません私がおったんですけど違う先輩の名前になっててっていうなんかことを言ったんです。じゃあなんかあそれはもう後で説明するからみたいな、だから次入ってって言われて、おっと雲行きが怪しいな私はおっと雲行きが怪しいで、
そこで普通の子だったら分かりましたじゃあ次入りますって入るんですけど、私はいやここで入ったらなんか流されるなと思って、すいません今説明してもらってもいいですかって言ってじゃあいや後で説明するからなんですよ、いや今説明してもらわないと入れませんって言ってもうしぶといんで私すいません今説明してもらわないと入れません、今説明してほしいですって言ったら、あいやもう忙しいんだけどなみたいな、あじゃあもう今からもう来てこっちみたいな、職員の方にんなんか怒ってねと思って、私はまあバーってもう次のお客さんが待ってるんで、あごめんなさいねって言ってバーって出していって、すいませんどういうことですかねって聞きに行ったら、いやまあ奥村さんまあ売ってるしなーみたいなもうなんかもう多分あの言い方的に多分あなたは売ってるからなんか違う先輩の名前入れてなんか多分なんていうの注文とか車を注文回したいとかもあったのかもしれないけど、なんかめっちゃあやふやでなんかもう全部が曖昧なんですよ話す内容が本当に、いやでも、まあ、売ってるしなしかもねみたいな感じで、どういうこと待って理解できないと思って、しかもね辞めたいって言ったしねこの間辞めたいって言ってる子にね別にね注文切ってもねみたいな、ほうほうと思ってめっちゃモヤモヤしちゃって、私辞めたい、まあ、確かに辞めようかなっては思ってたけど、そうなんかめっちゃすごい曖昧なんですよ全部が、いやなんかねいや奥村さんみたいなみたいな、あだからまあちょっとまあねもうこれはもうまあこれはもうこれでよしとしてみたいな感じで、なんか済まされよって理解ができなくてってなったけど、まあもう待ってるし、まあ、とりあえずもうじゃあ次のお客さん入るかと思って次のお客さん入って、いやそのお客さんも制約買ってくれませんかみたいな、もう買ってくれませんかとは言ってないんですけど、もう私新入社員なんでみたいな感じのやり方をすいませんやったんですね、じゃあまたありがたいことに制約決まったんですよ、じゃあまた私の名前じゃなくっておかしいじゃないですか、さすがに私はもうプチンって切れまして、どういうことですかって言ってどういうことですかね、すいません本当にとか言ってちょっと怒っちゃって私、はい怒りました、怒ったらなんかすごい逆ギレされちゃって、はい、で私はでもねその会社がすごく好きだったので、あすごいいい先輩もいたのですごく好きだったので別に辞めたくなかったんですけど、辞めたくなかったはちょっと思っちゃったね、私は辞めたかったのであれなんですけど、まあ怒りまして、まあ、その後まだお客さんが来るので夜まで、じゃあ次その日のお昼ご飯がモスを買っててじゃあなんか私その注文書とか見積書を作ってる時になんか後ろから何がいいですかみたいなっていう話を聞いてて、なんかいっぱいなんかいろんな人に聞き回ってるんですよ、その社長が何食べたい、チーズバーガー、あチーズバーガーね、何食べたい、あエビチーズエビバーガーねみたいな聞いてて、であじゃあ何のジュースがいいとか聞き回ってるんですけど、私の方には聞いてくれなくて、そうで私今から来てくれるんかなと思ってたら来てくれへんくてあらおっとおっとおっとと思いまして、まあでもね
多分こう余分に注文してくれてて、多分ももかの分もあるって形で多分置いてくれてるのかなと思って、私はもう何事もなく見積もり書作ってお待たせしましたって言ってお客さんのとこ行って、これがコーンの見積もり、これでこれがいくら、これがいくら、これがいくらってなってますみたいなってなってて、で休憩入っていいですよっていうのも全然やってくれなかったんで、すいません休憩入ってもいいですかねって言ったら、あとこのお客さん入った後にじゃあ入っていいよって言われたんで、あのそのお客さんちゃんとやって制約してもらって、まあそれも注文用紙私の名前じゃなかったんですけど、まあ帰っていただいたので私のお昼時間やと思って、その休憩室に入ったら私のハンバーガーがないんです。あれ、私のハンバーガーがない。そうだよ、ぶっちゃけ奥村さんのこと大嫌いだったんですよあの人で、私のハンバーガーがなくて、あ、私のハンバーガーがないと思ってインカムで私のハンバーガーがないですって言って言いました、インカムで私のハンバーガーがありませんと私はチーズバーガーが食べたかったんですけどってことも言いました。多分正直に横がすごい嫌いだったのかもしれないんですけど、あのすいません、私あのチーズ、私のチーズバーガーがないですって言って、でその返信がなく、本当にやばい。言わしてもらうと、言わしていただくと、その部屋にね先輩とかがバーっていて、これ食べなって言ってくれたからちょっと誰かわかんないやつ食べましたごめんなさい、本当にごめんなさい、でも本当に美味しかったです。そう、でも先輩が言ってくれたんです、ももかちゃんのやつないのって言われて、えないです、でも聞かれてもなくて、えやったねみたいな、あの人やったねみたいな、えもうこれ食べていいよって言われて、なんか誰が頼んでるか分かんないんですけど、でもめっちゃ美味しかったです。残ってたんじゃない、分かんない、分かんない、本当に人数がいっぱいいるから、そう、そういう話があって、私はもうね、もう精神的にもちょっと疲れちゃったので、すいませんすいません退職しますって言って退職して、その次にお母さんがなんか歯科系で働いてるから歯科助手ももか向いてるかもよって言ってくれて、歯科助手に転職したら、もうそこが本当にいいところで、いいところで、私はそこで働こうってなって働いてました。はいはい、歯科助手してました。それからそう、めっちゃいいところで、ご夫婦がしてるところの一軒家で私雇っていただいてたんですけど、主に歯科助手と受付やってたんですけど、もうバキュームの吸い方が私本当にうまくていやちょっと下手くそやったんかな、わかんないんですけど、でもちゃんとめっちゃツバとかもねやってました。はい、歯科助手やってました。あと歯科助手って本当になんか心、なんていうの、心がほっこりするんですよ。奥村さんできるんです、歯科助手はい、でもやっぱり本当に医療事故にならないようにずっとヒヤ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 してました。もうずっと気が抜けない、気が抜けないお仕事だったから、なんか時間は過ぎるのがすぐあっという間でしたね。なんか麻酔とかも、麻酔って打っちゃったらやっぱ口の中やから、なんかね、もし麻酔を違うとこに打っちゃったりとか、違う麻酔を準備しちゃったりとかしちゃったらね、その
感覚が分からなくなっちゃうから口の中って。そうだからもうとにかくもうめっちゃ集中してとにかくミスがないようにめっちゃ頑張ってました。こんばんは。どんな、そう、どんな仕事も気は抜けないんですけど、なんか医療系はもうもっと気が抜けないんですよ。たまにふぅとかするじゃない、仕事してたら。でも歯科医女子はもうできないんです。あ、麻酔打てないですよ。打てない、打てないけど準備ね、準備はしてて、そうそう、もうふぅってできないから、そう、準備ね、準備をしてただけなんですけど、でも準備も本当にいろんな麻酔というか薬があるからもう間違えずに今日の予約ははいはいはいって呼んだ後に、よし、虫歯やからこの麻酔をアルコール除菌で全部拭いて、で拭いて、で拭いて、でこの麻酔の注射器を準備して、で注射器のセッティングやからもう針も危ないから注射器もセットしてっていう。でも私一番怖かったのが、あの終わった後の片付け、準備も助手がするのは問題あるかと。え、嘘、多分助手さんがすると思う準備は。うん、全然問題ないと思いますよ。これはどこの歯医者でもそうやと思います。そう、だから全部確認してやってました。そう、片付けが本当に怖くて、患者さんの使った後の針とかやから、なんていうの、血とかもついてるから、もしその針が自分のところにプスって刺しちゃったらそっから感染しちゃうんですね。だからとりあえ、とにかくもう片付けが本当に怖くて、もう私片付けはもうこれです。なんかもうトコトコトコって歩いていかずにって言ってました片付け、あー怖い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 よ怖いってめっちゃこうやって片付けてました。でも先生がそれを見て、怖かったら全然置いてくれてて、置いてくれてたらいいからねって言ってくれて、あーありがとうございます、でも甘えてばっかなので全然私がやりますって言って、そう、本当に優しい方でしたね。だからね、そのあの先生にも私がね、あの NGT のオーディションを受けるっていうのを、そろそろやっぱありがたいことに受かっていく一方だ、受かっていってて、次が二次審査、三次審査、最終審査ってなってきた中で、そろそろこんな休みをもらってるのに言わないと多分信用がなくなるなと思って、もう言うしかないと思って言いました。歯医者の勤務が終わった後に先生の部屋にコンコンコンって言って、すいません、今お時間いいですかって言って、で、すいません、今私ずっと憧れてたお仕事、お仕事っていうかものがあって、私ってアイドルになりたいんですけど、アイドルになれなくてなんか諦めて、なんかもう違う仕事に切り替えようと思って転職したんですけどみたいな、でもやっぱり何がしたいかってよく考えてみたら、やっぱりアイドルになりたいなって思って、だから今内緒にしててすごい申し訳ないんですけど、ありがたいことにそのアイドルの審査も三次審査まで来ててっていう話もバーって話して、じゃあその先生がしてしまった、はい、ありがとう、そう、じゃあその先生が、もう夢を叶えてほしいです、そんなのみたいな、話してくれてありがとうございますみたいな感じで言ってくれて、もう久村さんの夢を応援するんで全然休んでもらって大丈夫ですよみたいな感じで言ってくれて、わかりました、優しいよね、超優しい、もう大違いです、車屋さんと、車屋さんのね社員と大違いですそう、めっちゃいい職場で、そう、おししか方ありがとう浜地さん、もういい先生でした、もう車屋さんとえらい違いと思ってもう本当に車屋さんとえらい違い、見習いなさい見習いなさい、見習いなさい、退職金もらえたの、退職金ばっかやな、みんな気になってるもらってませんよ、全然働いてないので、はい、
言うたらなんか、いやもう見習いなさい、見習うべきですよ、本当に優しかったそう、それで今こうして NGT48 としてね、新潟に引っ越してもう10ヶ月、加入して10ヶ月だけど引っ越してきたのが11月やから、もうすぐで1年ですよ。こんばんは。そうです、もうすぐ1年が経ちますけれども、引っ越してきてから去年の今頃は、あれ私って本当にアイドルになってるの。新潟いいとこ、めっちゃいいとこです。でも頑張ってくださいねって言われて頑張ります。でってこと、え嬉しい、アイドルが一番、えそうですよ、アイドルが一番続いてます一番続いてます。大川はそう、この前まであのね、チャットとメール、メールか、メール取ってくれてる人ならあれなんですけども、本当にねちょっととあることでもうめちゃくちゃもう心がフェードアウトしてしまって合ってる意味あフォローありがとう。そうもうね本当に、あやばい、またまたちょっとブルーキが来てしまった。でもみんなには迷惑かけられないと思って、とりあえず配信お休みしようと思って投げ技1枚、ありがとうございます。そうだけどまたこうして始めれてよかったです。とんでもない、そんなとんでもないですよ、ありがとうございます、こんばんはそうでも車屋さんの話は引っ込み期間っていうよりかはなんかとにかくなんか悔しくて、なんかそう悔しかった全部が、なんか私を信用してほしかったけど、あ信用 してくれないんだっていうよりかは、あ私じゃないんだってなって、あそっかってなっちゃった、なんか悔しかった。なんかそう車屋さんの話はあと5年使える、うーんとね、正直な話、もっと話があります、もっと話せるなんかね物語性があるんですよ。もう話したら2時間ぐらい話せるんですけど、ちょっと2時間はねちょっとあれなんですけど、物語があって本当にすごい。え続編楽しみやろ。私ほんまにいっぱいいろんなことを経験してて、アホ臭いですよねでほんまにもっとあるんですよね、話したいんですけど、うん、もうね多分今だけでも、あバラありがとうございます、なんか話したいんですけどなんかね時系列がおかしくてこれがいつやっけってなっちゃう。でもほんまに話すことがいっぱいあります、ありがとうね。いやほんまによ、多分ハリーポッターの本ぐらい、私本書いたら多分ハリーポッターの本ぐらいになりますよ。バカらしい、大丈夫、特定されないというか、私の発した発言に絶対その分かるような言葉っていうかワードは入らないように話したので大丈夫です。それはめっちゃ意識して、私のこの話によってその会社がね、迷惑かかっちゃうような発言は絶対にしないでおこうってなって、そのワードは入れてないつもりではいるので大丈夫ですそうそう、とにかくバレないように話したし、その名前も出してないし、バレるようなことは言ってないって自分の中で思ってるから、ご心配ありがとう、大丈夫ですよありがとう。うん、見てない、絶対見てない、気づいてないので、1年で内容
濃いよな、ほんまに濃いと思います濃いんですよ。でもね本当に、でもいろんな経験をしてきたからこそなんかねこうやって話せてるしはい、私の貴重な人生の時間をねありがとうございました。内容が濃いでしょ。もうねもっといっぱいありますよ、話したら、話したらもっといっぱいあります。はい大丈夫ですね、もっといっぱい話せますよ、話せるけど時系列がおかしくなりますいつかネタにできる日が来るといいね。もうネタにしてるけどね今も車屋さん勤めた時もオーディション受けてたんでしょ。ううん、あのね車屋さんに勤めてる時はね、おあのオーディション受けてない。あのね歯医者さんの時にオーディションショールーム受けてたんかな。そう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 、いっぱいあります。なんかねはい、もうねネタにするしかない。なんか私の人生って本当にネタにするしかなくてなんかこういうこともあったなあ、あーで終わるのはもったいない気がしててなんかこういうことがあって、こういうことがあって、こういうことがあったんですよっていうのをもうみんなに知ってほしくてはい、私はみんなに言います。こういう話があったねんっていう、なんかご飯食べてる時に終わるような話じゃなくて、なんか永遠になんかネタにされるような話を私はしたくたくて、そうそう、おもちゃの歴史すごいなと思っていただけたら嬉しいです。そう、あ大丈夫、えありがとうね、全然大丈夫。なんかね最近なんかね、なんか鼻の奥になんか違和感というかを感じてて、なんかそれがねなんか放置してたら普通に話したら喉に流れちゃうんですね。でそれがなんか突っかかっちゃって全然喋れなくなっちゃうんですそうそう、濃い人生ね歩んでるでしょ。そうなんですよ、ラジオとかでもね、だって私一発目のさ、あレインボースターありがとう、一発目のさごちゃほんまに初めましての時に私はこんな人ですって話して、目の前にさ初めてよ、初めてさ今までテレビで見てた方々、有野さんとかね、もう須田あかりさんとかもう本当に MC の方々がいる中に私一人で入って、私って社長と喧嘩して仕事辞めましたって言ったのもなんか今思ったらなんか頭おかしいな頭おかしいなと思って、今振り返ったらだってまだ加入してその時4ヶ月とかやで、4ヶ月で NGT に入ってで席座って、私って実は車屋さんで働いてたんですけど社長と喧嘩して辞めましたって言ってる自分がマジで頭おかしすぎて、なんか今振り返ったらなんか大丈夫なんかすごいこうってなるよね、そりゃなるよね。なんか私その時はなんか別にやばくなくないって思ったんですけど、なんか今思ったらやばい今思ったらやばい、普通にな何言ってんの大丈夫ってなる。おかしいかごちゃやばれた、ほんまに本当になんかすごいね、なんかすごいなんかパワーワード、なんかすごい NGT48 の子がなんかパワーワードのものを残して、はい、口から出たことは取り戻せません、本当にそうです本当にそうです。
私も走った瞬間にあ言っちゃったと思ったけど、うん、言っちゃったじゃないよね言っちゃったじゃないよね。どう考えても社長と喧嘩して辞めましたって何ですか何言ってるのってなるよね。びっくりだったと思うんですけどポロッと出ちゃったのかな。いや話そうと思ってたんじゃないその頃の自分は分かんないんですけど、忘れちゃったんですけど分かんないよね、分かんないはい、そんな子でもやっとトップを取れました。この間何の話をしようかな MC の方々と、なんかいっぱい話すことがある、いろんなことを話したいですね。私のことをいっぱい知ってほしいし、皆さんに面白いお話ができたらなと思うし、感動する話もしてみたいしいっぱいあります。私はこんばんは、いっぱい話したい内容が私にはたくさんあります。社長の話、でも社長の話やったらね、多分ね MC の方々が多分めっちゃ探るというか掘ってくると思うから、それに私が生放送だから正直ガツンと答えちゃった時、もし仮にそれが怖いからちょっとそれはやめようかなって思ってる。喋るから楽しみにしてる、ありがとうね、楽しみにしてます。私も嬉しい。そう多分ね掘ってくると思うのでやめときます怖い、私怖いよ私怖いです、やめます。そうでも超楽しみなことがたくさんあるので、おしゃべり会もありますし、はい、おしゃべり会はね、おしゃべり会ははい、いろんなことを聞いてもらって大丈夫ですよ。私本当になんか自分で言うのあれなのかもしれないんですけど、本当に NG なしで、本当に NG なしなんですよ。だから下ネタとかも全然、いや本当になんか度が過ぎた下ネタはさすがに私も女の子なのであれなんですけど、なんかねお下品なお話もダメか、あそれはダメですか、事務所的にダメか、それは私はよくても、まあでも本当に私 NG なしなので全然何でも聞いてください、答えれる限り答えます。はい、ほどほどにね、それはそう、あの NGT48 はもう綺麗なまま守れるように、でも私自身はみたいな感じなので、はい、アイドルなのでさすがにそれは気をつけるんですけど、でも本当に NG なしです。何でも私はいいですけどね、まあでも全然何でも聞いてください、はい、何でも答えます。でも答えれないやつは答えれません、スタッフさんに怒られちゃうので、私怒られるの本当に嫌いなので、怒られたら私本当にあの3年ぐらいあのはい引きずるので、私怒られて本当に3年ぐらい引きずっちゃうので、怒られるの嫌なので怒られない質問でお願いしますおしゃべり会でね何でも質問してください、楽しみにしてます。はい、私めっちゃ引きずっちゃいます、引きずってうーんってなっちゃうので、大丈夫です。はい、小3の時から引きずってます、私。はい、理科の先生にね、赤松先生。私は本当にあの頃ね、理不尽に怒られた内容を今でも鮮明に覚えてますから。はい。引きずります。ありがとうございます、ペンライト。名前言ってええんかい、だから。この名前はね本当に仮なんですよ、多分ねこんな名前じゃなかった気がする、
安心して、全然違う名前なので。え、でも結構どういう名前やったかなと思って、でも本当に私は許してないです。点数をバラされて、でも可愛いよね、可愛い。理科のテストのせいで号泣するって理科のテストの点数が見えますって言っただけでなんか怒鳴られて今でも根に持って21年間根に持ってるっていうね。可愛いでしょ、一周回って可愛いでしょ、本当に。そんなんどうでもええやん、もうどうでもええわ今思ったら。どうでもええ、別になんかその点数ごときでなんか泣くような話じゃないし、なんか喧嘩が可愛いね、うん、どうでもいい今思ったら、マジでどうでもいい。何に対して泣いてんの、しかも何に対して怒ってんの、そんな先生も。なんでそんな怒ったん、そんな嫌いか、ほんま理不尽なだけ、ほんま。よかったよかった、そういうのはよかったけど、何に対してあんな怒ったんイライラしてたんだろうね、多分イライラしてたんでしょう、知らんけど。担任じゃないですよ、でもそういう話があったよっていう話。そう、本当に鮮明に覚えてますね。私卓球部の時も怒られたな今思ったら。卓球部のあれなんていう先生かな、仮にしよう、うーん、じゃあ、うん、でも思い出したいな。いやー、名前は分かんないけど顔はね分かるんだよね。うん、でも怒られたんですよ、めっちゃ怒られた。私褒められたことがあんまなくて、だから本当にファンの皆さんが私のあ、言いますね、じゃあもう今だから言うんですけど、私ずっと怒られたばっかで、なんか褒められるようになってから、褒められるようになったのは本当にこの NGT48 に入ってから褒められるようになりまして、ファンの皆さんと私のおばあちゃんとおじいちゃんとお母さんとお父さんだけです、私のこと褒めてくれるのは。あとは松坂佐保ですねはい、この今名前を挙げた方が私のこと褒めてくれますそれ以外は本当に褒めてくれなくて松坂佐保ですね、褒めてくれる。もう私はもう助けられてます皆さんに。だから本当に一番多いのがもうファンの皆さんで、もうファンの皆さんはもう私が例えば配信中に「ふざけんなよ!」とか言って、もう「そうだよね、ふざけんなよだよね、正直に言えてるももちゃん偉い!」って言ってくれて、もう本当になんかね、もう本当にファンの方々ってなんでこんなに優しいんだろうって思って、私はなんかもうね、もうよく考えるんですよ、寝る前にね、布団に入って。なんでこんなにファンの方々って優しいのかっていうなんか会議を私で頭の中でしてて、じーって考えてたら、もうすごいよねファンの方々って。私ファンの方々がいなかったら多分今頃なんか頑張れてないですもん。梅さんからも怒られる。でも入った時すごい怒られてましたね怒られてたんですけど、でもそんな学生時代に比べたら全然です。もうね、本当に私がもうなんかもう本当に今日もうイライラするって言っても、そうだよね、イライラするってことは頑張ったからだよとか、もうね本当に優しい言葉をかけてくださって、皆さん優しすぎますよ。ファンと喧嘩しないでね、みんな仲良くしようね。え、みんな仲良くしてください。なんかももかのこと嫌いにならないでね。ももかはみんなのこと本当に心の底から好きだから、なんか喧嘩しないでおこうね、お願いします。
なんかみんなと喧嘩したら私もう本当にもう無理だもう本当にもう無理、もうみんなと喧嘩したらもうかもう兵庫県帰る本当にそれぐらい嫌だから、みんな喧嘩しないでおこうね。だから私も絶対に喧嘩売らないよ、喧嘩売らないって約束する。もう 100% 喧嘩売らない、売るわけないじゃん、絶対に喧嘩しないでおこうね。でもなんか文句が嫌なことは言わないでね、文句が嫌なこと言われたらそれ言われたくなかったって私言い返しちゃうけど、仲良くしようね。こんばんは。喧嘩、そう私喧嘩嫌いなんだよね、私喧嘩嫌い、人とさあの気まずくなるのが苦手で、人と気まずくなったら謝ることを自分からしようと思うんですけど、謝ったら泣いちゃうから私泣くのもあんま好きじゃないから、そう喧嘩したくないんです。やめようね喧嘩。ももちゃんに怒らないように気をつけます。え全然怒らないよ、私すごい優しいから私こう見えてすごい優しいんだ知らなかったでしょ、私こう見えてすっごい優しいんだよね。なんか人の気持ちを考えることが結構得意で、道徳の授業とか毎回手挙げてました。え本当だよ、えなんでうんって言うの、私本当に優しいんだけどなんでうんって言うの、私本当に優しいんだけど、私道徳の授業とかマジでずっと手挙げてたんだけど何うんって何私優しいんだけど、私優しいよこう見えて、私優しいんだよね、うんうん。ねえへっ、もうハイタッチ会とかも本当にもうデコピンしてやるもうハイタッチ会デコピンしてやるわ、もうハイタッチ会デコピンしてやる。優しいよね私って、優しい。だってさ私さ優しいエピソードなんかないかな、そうだな、あエレベーターをな長く開けてあげてます。はい、私あのこう見えてあのエレベーターを長く開けてます。なんか私一人でエレベーター乗った時とか、結構エレベーターの開けるボタンを長めに押してあげるっていう優しい行動してます。ふんふん、優しい。そう。私優しいんだ実は。桃花優しいんだよね。罠にかかった動物を、ああるよ、罠にかかってないけど、私あだいぶ前にこの話ねショールームでしたことがあるんですけど、私小学校の時にあのいおりちゃんっていう子といおりちゃんっていう子、ごめんね、いおりちゃんっていう子はもう今何してるか分かんないけど、まあ、その当時すごい仲良くて、私一緒に帰ってたんです、登下校中。じゃあ池があるんです、家の近くに。あ見張りしないよね、家の近くに池があるって、まあ、全国に池いっぱいあるからいいわ、まあ、池があるんです。じゃあ道路にバーって車が通ってるんですけど、なんか道路になんか黒い物体があってなんかな何あれってなってたんですね。あれと思ったら亀さんが道路を横断してたんです。こんなトロー言って亀さんがもうちんたらちんたら歩いてて、でももかはその時にめっちゃ嫌な予感してて、これは引かれるって思ったんです。
亀さんが車にね。で私そんな姿も見たくないし、しかも私亀めっちゃ好きやったからこそ、あこれ死んじゃうわと思って、まだ本当に遠い方から車が来てて、まだ時間があるなと思ったから、助けれると思ったから、私はいおりちゃんにごめんちょっとランドセル持っててって言って、ランドセル持ってもらってバーって道路走っていって、亀を包み込むように持ってあげて、えいさほいさへいさって戻って、亀を保護してあの帰ってました。一時期3年間ぐらい。でも私は拾ってあげたんですけど、世話はお父さんがしててなんか私餌とかは自分のお小遣いで買ってたんですけど、なんかねお父さんがねあのめっちゃ亀の世話したがってたので、まあしたがってたかどうか知らないんですけど、めっちゃ可愛がってたので、はい一件落着です。はい持ち帰りましたね。でもその後返しました。そうそうそう。でもね本当にね随分と、最初はなんか弱ってたんです、めっちゃ暑かったし、弱ってたから餌とかあげてたり甲羅を磨いてたりしてたんですね。だけどそっから月日が経ってもうめっちゃ元気になって、活発になりすぎてもうずっと動いてるんですよ。なんかもう動きすぎてなんかはぁみたいな、んほんまにほんまになんか怪我してたみたいな感じぐらい活発になったので、あの池に戻しました。あの配信で席してたお父さん、あそうです、配信でねおならこいたお父さんです。はい一発目の始まった瞬間におならこいたお父さんですね。そうです、そう馬のお世話も頑張ってたし、私馬休部、馬休日っていうか馬って休みがないから。なんで笑ってるんですか。あお父さんのおならの話か。あそうお父さんねすぐにおならこくんですけど、はいはいそうなんですよ。あのね男の人ってね入れないんで配信に、だからおならはね入れるんですよ配信に。そうおならはあの別に女の方とか男の方とかってわからないじゃないですか。だからお父さんおならでねこの前出演してもらったんですけど、私の配信で、すっごい迷惑でしたね本当に。うんすっごい迷惑、本当に迷惑です。もう二度としたくないお父さんの前では。はい誓いますね、はい誓わせてもらいますっていう話です。はい本当にやめていただきたい。うんありがとうございますね本当に。結構匂った。うん音だけなので全然あれなんですけど、そうあのね馬もねお世話してたので、そうお父さんねお父さん出演おそらくしたいかどうか分かんない、まあしたくないって言うとは思うんですけど、まあ、多分ね実はしたいと思うんですけどね。本当におならとかこいちゃってね、もうお茶目さんでしょ、かわいいかわいい。お父さんみんなお父さんと仲良くしてあげてください。お父さん皆さんのお父さん、私のお母さんとお父さん、この普段からねコメントしてくださってる方とか壇上に乗ってくださってる方、もう名前全員覚えてますはい、あの私がね兵庫に帰った時に最近どうとか話とかしてた時にね、ショールームの話とかするんですけど、普段こうやってコメントしてくださってる方とか壇上に呼んであ乗ってる方、もう全員覚えてるないないさんは、ないないさんはおしゃべり会とか来るん。じゃあないないさんはあのマリナさん推しの 人、あそういう人は来へんのや。じゃあこの人は、あこの人もあそうよな遠いもんな、絶対遠いもんな。この人はもういいってもういいよ、もうキリがないですよ本当にでもね本当にねあの幸せそう、お母さんとお父さんがあの私のファンの方のなんか話をしてる時が本当に幸せそうで、ナイナイさんはナイナイさんってどんな人なのとかすごい優しいよって
話してよ。そう、ずっとね見てくれてます、お母さんとお父さんを、配信を今も見てます。そう、聞いてくるんですよ帰ってきたら。最近ナイナイさんっていうね、あ、逆に最近ナイナイさん見ないねとか言われます。だから、あ、気まずい気まずい気まずいとか言って気まずい気まずい、だから言われたくないからみんなどこにも行かないで言われたくないからみんなどこにも行かないで、悲しくなっちゃう悲しくなっちゃう。そう、急にね夜中の11時半になったらプロレス始まりますからね、お母さんとお父さん、カーン、いた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 い。私が帰った時にプロレス始まるんですよ。なんか守ってくれるんです、お母さんが。もうお父さんがとにかく桃香のことが大好きやからこそ、ソファーでこうやって携帯触ったらなんかこうやってなんかこうやって触ってきたりとか、なんかもうこんな触ってきたりとかするから、もうやめてって言って、でもまだそれ言ってもこうやっても触ってくるんですね。もうなんならもうこうやってもうこんなことしたりとか、もう本当鼻の穴に指とか突っ込んできたりとか、本当にいろいろしてくるんですよ。なんかもうやめて、もうやめて、もうやめてって言うんですね私は。じゃあお母さんがもうやめてアリーナって言うんですけど、お父さんやめなくて、もうやめてアリーって言ってるやんって言って、あのそっからお母さんとお父さんのプロレスごっこが始まって、あのたまに私も参戦するっていう感じですね。もう本当に愛おしいんですよ奥村家って、本当に愛おしくて、なんならねえ、これ言っていいか、言っていいか別にいいや、なんかあの高い高いとかお母さんがたまにプロレスの技とかで負けそうになったらなんか気がついたらなんかお父さんがこうやって寝転んで、なんかこうやって飛行機って分かりますか、高い高いなんか上げられてる時とかもあってマジでおもろすぎて、私それがもうカオスやし、もうマジでおもろいんです。本当にちょっとはなんか動画を送りみんなに見せたいぐらい面白くて、でも私の両親って恥ずかしがり屋さんなんで、いや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 って言うんですけど、もうほんまに仲いいんですよ、もうびっくりしちゃう、もうほんま仲いい、めっちゃカオスやろ、めっちゃカオスやねん。そう、いつもこんなんなんですよ。あとはね、私あのいつも寝る前になんかお腹をへこましたいから、お腹をへこます運動とかしてるんですね。だからなんかこういうフラフープみたいな感じで、こんな感じで腰をこうやってフリ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 してるやつがあるんですけど、なんかそれをお母さんとお父さんがもう小バカにしてきて何これとかやって二人してなんか真似してきて、もう私その、 あの運動終わってて今からもう寝るって歯磨きしとんのに、歯磨きしてたら急に桃香の目の前二人とも来てもうめっちゃなんか煽ってくる、なんかこんな顔して、どう思いますか、二人していじってくるんですよ私のこと、何これとか言って、お母さんの話だと海外行った時の WC の話ね、もうめっちゃ怒るな、トイレどこですか、トイレ通じひんて、トイレどこやろ、 WC あーめっちゃバカ、もうバカすぎて、もう超好き、 WC WC なんなん WC、おもろすぎる、ほんと好き、お母さんって超ドラミちゃんに似ててね、可愛いんです。
超可愛いお母さん、お母さん本当に可愛くて、なんか世の中のお母さんの中で私の中個人的な意見なんですけど、もう私の奥村のお母さんがめっちゃ可愛いなって思ってます。もう本当に好き。お父さんは昔に比べて優しくなった。昔も優しかったんですけど、今はもっと優しい。そう、可愛いんですみんな。またね、いつか知らないけど劇場公演とかもね来るんじゃないもしその時に見かけたら、いつも話聞いてますよって言ってあげてください。言ってあげて、多分喜ぶと思います。お父さんとかはねもうめっちゃ喜ぶと思う。お母さん恥ずかしがり屋さんから顔もかいしてありがとうございますみたいな感じで言うけど、お父さんは絶対自慢のように終わった後に、今日ねマオカのねファンの人がな声かけてくれたっていう、もう鼻の下伸ばしてニヤニヤして言ってくると思うので。あ、未来さん、天使のクマさん、ありがとう、嬉しい。はい、仲良くしてあげてください。パパさんはねマリナさん推しですよ。マリナと、あ、マリナ、すいません、ごめんなさい、違います、ごめんなさい、マリナさんとモモカのファンです。じゃあごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいマリナさんです。お母さんがね前の劇場公演の見学行って、あのユーハさん、はい、ユーハさんがすごい、ユーハちゃん可愛かったって言ってました。お母さんが、そうそうそう、めっちゃ可愛かった、癒されたってお母さんが言ってました。え、ヨハさん可愛いよなって私ご飯食べながらずっと、わかる、ヨハさん可愛いよなとか言ってご飯食べて、うん、わかるわかるとか言ってますで、あとお父さんは見てマイナさんのなグッズ買ったって言って、マイナさんのグッズを送りつけてきます。で、え、それさモーカーのやつはって言ったら、買ったわけないよ、うん、そうだよね、買ってくれてるわけないよね。あ、アサジさんありがとうございます。クマのハロウィン、そうそうなんです。10月は来ないですね。10月来ない、ファイトありがとうでも娘のグッズはねもうめっちゃ買ってくれてる。この前帰ったらグッズだらけでびっくりした。見て見て見て、ももかのグッズ買ったわってやってきた。じゃあねーねも来てて、いいなー、それ私も欲しいんやけどいいなー、それ私も欲しいわ、これ私のもんないん、じゃあお金払ってって言われやった。これ欲しいんやけど、これ私の分ないん、結構似てるねんで、このモノマネほんまにこんな感じ、これええな、これ欲しいんやけど、これないんけ、ないわ。あ、でもなんか今日持って帰ってきたやつある、これいるって言ったら、あ、これもこれ欲しいこれ欲しい、じゃこれもらおうじゃあおばあちゃんも楽しいか、楽しいかっておばあちゃんずっと聞いてくる。楽しいか、うん楽しい、よかったな、悪意嘘、悪意ある、全然悪意なくない、ほんまにこんな喋り方ないもん。いいな、これ欲しいな、これ私の分ないんけ、想像できるやろ、こんな喋り方なんですよ。お母さん、あんたさ、これはお母さん、あんたもう早起きいな、これ私のお母さんのものまで。でもかのお父さんは、え、もう起きとるけど、
起きてるけど、もう起きてんねんけど。あんたもう早起きな、もう何時はもとんの。もう起きとってば。似てないの、お父さん似てないの。うん、はいはいっていう起きた時、はい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 、はい、あ待って、男女見ます、やばい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 13歳お金持ち先生ありがとうございます。昨日もんちゃんの配信待ってるうち寝てたら起きたら1時だったあ、青かとおそろっちですね、ありがとうございますごめんねできなくて。はい、12、てつさんありがとうございます。てつさん、てつさんありがとうね、本当に嬉しい、テストに来てくれてありがとう。11、直行さんありがとうございます。オカモフライン4部完売おめでとう、ありがとうございます。自分を買いそびれちゃったけど、その分2部3部上乗せして申し込んだよ。もっと完売出るといいね。そう、もっと完売できるように頑張ります。ありがとうね、申し込んでくださってありがとうございます。10位、リュウセさんありがとうございます。リュウセさんありがとうね、ありがとうね、ゆっくり休んでね9位、アサティさんありがとうございます。配信ありがとう、すごく楽しかったよ。この前のごちゃんも面白かった、よかった。明日楽しみにしてる。お、明日来るんですね。オフラインも4部落選したのあったけど、その分3部申し込んだからいっぱいお話ししたいな。お、お話ししようね。今日はすごく大人っぽく見えたし、今日めちゃめちゃ可愛い。もんちゃんの目にハマってます。お、どんどんハマれ、どんどんハマれ、どんどんハマれ、ありがとうね、嬉しい。待って、団長変わっちゃった。9位、カオマ F さんありがとうございます。もんちゃんこんばんは、今日も配信お疲れ様。個人的に久々会いましょう。よし、待ってますね、ありがとうございます。8位、ブルーさんありがとうございます。もかちゃん初センター、あっち向いてホイトナメント、よし、おめでとうございます。というか僕もいましたね、ありがとうございます。ゆえもかちゃん自体がわかるんです、よかった。無理はせず体にも気をつけてお過ごしください。ありがとうね、ブルーさん、すごいご丁寧に嬉しい、ありがとうございます。続いて7位、はやとさんありがとうございます。カフェの最初日がお邪魔し、次回でもかちゃん特賞出ました。え、すごい、2回で出たんですか。それはすごい貴重なので大事にしてくださいね、ありがとうございます。6位、 F ケンさんありがとうございます。ありがとうございます、 F ケンさんありがとうね、 F ケンさんいつもありがとう。5位、ハマリさんありがとうございます。こっち初トップおめでとう。土日仕事やったからやっと聞けた、特技の妹ちゃんをね期待してるで、日曜は東京で待っといてな。お、待ってますね、ありがとうございます。来てくれるんですね、やった、ありがとうございます。そして良い、未来さんありがとうございます。もかちゃん楽しい配信ありがとう。とんでもない、仕事がうまくいかず落ち込んでたけど元気が出たよ。嬉しい、いつか直接お礼を言いたいです。もうね、いつでもお待ちしてますので、ありがとうございます。未来さん。3位、てつやさんありがとうございます。あ、待って、アイコンが M のコースターや、嬉しい。アイドルという職業もんちゃんにとって天職だと思う。ほんまに嬉しい天使店ホテルと選んでくれてありがとう。こちらこそ、コラボカフェでもももちゃんのコースター地引きできて運命感じた。運命です、これは間違いなく。私が正真正銘な発言をしました今。待って、あ、2位に朝地さんが来た。朝地さんありがとうね、本当にすごい長文な愛のあるコメントをしてくれてありがとう、すごい嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ3分ね、落選しちゃったみたいだから3分待ってますね、ありがとうございます。そして1位が近藤和弘さん、ありがとうございます。近藤和弘さん、タワーありがとうございます、本当に嬉しい。タワーのお礼明日しますね、本当にいつもタワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとうね。じゃあお礼待っててくださいね、いつもありがとうございます。はい、ということで、なんか今日すっごい永遠喋ってた気がするけど、すごい皆さんなんか耳になんかタコとかできてないですかよくわかんないんですけど、まあでも聞きすぎてちょっと耳にね穴が開いちゃったかもしれないんですけど、はい、私も話しすぎてなんか鼻がすごい詰まっちゃいました。なので今からお風呂に入って鼻水を噛んで鼻水を噛んでいい夢を見て明日前座頑張りたいと思います。明日前座来られる方はぜひ大きなももちゃんコールとピンクと緑のペンライトをフリフリしてください。はい、というわけで改めてオフライン大釜4部完売ありがとうございました。2部3部はまだまだ残ってますので、完売目指して頑張ってますので、皆さん1枚でも多くのご応募よろしくお願いします。では皆さんおやすみなさい、ありがとうございました、最後まで見ていただいてすごいね、永遠喋ってたんですけどごめんなさい。
では皆さんまた明日ですね、明日前座が終わった後夜に配信しますので待ってます。はい、ではバイバーイ、いい夢見てくださいね。ありがとうございました。それではおやすみなさい、メールの返信待ってます。バイバーイ、おやすみ、ありがとう。バイバーイ。